鶴田卓彦は、元日本経済新聞社社長、元横綱審議委員会12代委員長、茨城県水戸市出身、茨城県水戸市生まれ、旧正茨城中学校を経て、早稲田大学第一政治経済学部卒業後、日本経済新聞社入社、経済部長等を経て、1977年、取締役選任、1993年社長に就任する。 在任中は48ページ一例印刷体制の整備やカラー設備の増強で新聞増に貢献したほか BS ジャパンの設立で衛星放送に参入し日系グループを総合メディアとして発展させる2003年3月に会長に退くが子会社の架空取引疑惑などが発覚し5月に相談役に退いた他に横綱審議委員会の委員長を務め 相撲会改革にも取り組んだ。二千二十年三月十三日、新不全のため死去。十二歳ボーツ。2 0年一月、東京本社ベンチャー市場部長の大塚正氏が株主提案件を行使し、当時社長であった鶴田の取締役会人同儀を提出した。提案理由は、同社の百パーセント子会社 t c ワークスによる融通手形操作により、 日本経済新聞社が約100億円の損害を被ったことについての経営責任と赤坂のクラブに足しげく通い、その支払いに会社の接待費を当てた事実であった。鶴田は大塚を名誉毀損で刑事告発し、日本経済新聞社は大塚を懲戒解雇したが、同時に鶴田は会長、さらには相談役へと退いた。ただし月間、 はじめ編集長の篠田博之によると、公認の社長は、鶴田の子飼いで、鶴田はその後も、印前たる力を社内で発揮し続けたとされる。翌2004年、大塚に続き、同社経済部次長の土屋直也が、内部告発を行った。土屋は大塚が前年に行った株主、提案権行使を、会社を思うゆえの行動であり、正当な権利を行使した大塚提案には、 気があると擁護し、自らも2004年3月末に開催予定の株主総会で相談。役制度の廃止を社員株主として提案する予定であると発表した。土屋は鶴田が相談役となった。後も影響力を保ち、相談役に退いたにもかかわらず、会長用の執務室を引き続き使用し、高級車を乗り回し、局長級の幹部を秘書とする。など、会長級の待遇を。 受け続けており、外部から日経は金融界には厳しくリストラを求めているのに、相談役制度も廃止できないのかと指摘されるなど、社内の雰囲気が沈退していることを指摘し、さらに鶴田に会長退任を強く働きかけた、同社専務の小島明に対し社長の杉田良武氏が退任を要求したことが、鶴田人事と噂され、社内に正論を言えば左遷される。 物言えば唇寒しという意識が生じ、日本経済新聞社が社内での議論を通じて健全な使命も作っていかなければならない、報道機関にあってはならない状態に陥っていると訴えた。2004年3月5日、鶴田は昨年5月の会長退任後も私が遠征を敷いているような印象を持たれているとすれば事実に反しますとコメントしつつ相談役辞任を表明した。 高杉良の著作である、乱気流、小説、巨大経済新聞は、鶴田を亀田光二郎としたモデル小説である。ありがとうございます。